はいどうも、ナビネートギャラリーでございます。今日も早速やっていきたいと思います。ということでですね、今回も絵を描かせていただくのですが、本日でデザインフェスタボリューム54当日まで残り13日となりました。まあ僕もですね、まあ100作品出展するのを目標にですね、今毎日絵を描かせていただいております。ぜひですね、デザインフェスタにね、出展する作品はですね、すべて再生リストにまとめられてるので、よかったらそちらからゆっくりご覧ください。今日もですね、まあ絵を描きながらですけども、動画の冒頭部分はですね、ちょっと僕がおしゃべりが大好きっていうことでですね、何かしら一つねテーマを絞ってねお話しできればなと思っております。まあ何しようかなってね、正直ね考えてなかったっていうのが大きいんですけども、まあ言うて明日皆さんハロウィンですね。どうですか？まあコロナ禍だからね、渋谷でハロウィンわちゃわちゃみたいなのはね、僕一回も行ったことないんだけども、まあ来ないでくださいねってね、渋谷のねハロウィンはやらないでくださいって言われておりますね。まあ基本皆さんね、まあ家でですね、まあハロウィンするのかな、どうなんですかね。なんかもうハロウィンね、なんていうんですか、日本でもカッカカッカ盛り上がってるっていうのかな、そういうのってまあここ最近な気はしてますけどね。まあどんぐらいなんですかね。僕がその宮崎にいた頃っていうのかな、高校生まで宮崎にいたんですけど、その時はなんかそこまでなんか渋谷でハロウィンわちゃわちゃみたいなのはね、あんま聞いたことなかったんだよね。で大学入って東京出てきたぐらいからかな、なんか渋谷でハロウィンするっていうのがもしかしたらね前からあったのかもしれないんですけども、まあそれぐらいだから、だから僕が上京してきてぐらいなのかな、なんか盛り上がり始めたのは。ちょっとわかんないけど、いつから盛り上がってるのかね。まあ僕はですね、ハロウィンね一回も行ったことないね。正直ハロウィンでですね、何かコスプレしたいってね、大学の時もねずっと思い続けてたっていうのはあるんですけど、今でもねコスプレする機会があったらコスプレしてみたいんですよ。もう何がしたいかって言ったらですね、僕はねもう一つなんですよね。それはですね、ダークナイトのジョーカーっていうね、まあヒース・レジャーが演じたねジョーカーがですね、めちゃくちゃ僕は大好きでございまして、そのねジョーカーのコスプレをしたいなってね、もう大学生の時にねずっと言ってた。毎年ハロウィンが来る近くになったらですね、もうジョーカーのねコスプレして、ジョーカーのコスプレして緑に染めようかなとかね言ったりもしてましたけども、なんだかんだですね一回も、まあハロウィンどうなんだろう、渋谷のハロウィン行ったのかな、ちょっとねあんま記憶がないから、行ってないのか行ったのかちょっと覚えてないぐらいなんですけども、もしかしたら一回ぐらい行ってるかもしれない、ちょっとね覚えてないんですが、まあそれぐらいのね記憶なんですよね。だから実際ねコスプレしたいと思っても全然してなくて、まあ今年もですね、まあ明日ということで別にコスプレは何かするかって言ったらね全然しないんですけども、まあねいつかできたらね、まあジョーカーなりたいなっていう気持ちはね今でもずっとありますね。まあね、どうですかコスプレっていうのは。まあ皆さん、まあコスプレがですね、まあ楽しいっていうのもありますし、やっぱり僕はですね舞台とか出てたっていうのもあって、なんか違う役に入り込めるっていうのがやっぱり楽しいっていうのはあって、なんか自分野辺亮太っていうね、まあ今僕のね例えで出してますけど、野辺亮太っていう一つの人生しか普段はまあ生活することはできないけども、その違う役に入ることによってなんかね野辺亮太とまた違う人生を歩んでるような感覚になるのがめちゃくちゃ楽しいんだよね。それでですねずっと舞台俳優とかやって、でまあコスプレもしたいっていうのも、それもねなんか一つ違うね自分とは違う役に入れるっていう楽しさがあるのかなとか思ったりもしてますけども、まあねコスプレする機会があったらねやってみようかなと思いますけどね。まあ実際ですよ、メイクとかしてくれる人がいたらですね、もう即やってほしいって思ったりもしますけども、自分でねメイクするのっていうのか、僕がですねもうなんせめんどくさがり屋でございまして、僕がねあんまコスプレねもう本当にやるなら本気でマジでリアルにっていうか、もうなんか逆に怖いぐらいのですね、もう恐怖感を与えてやりたいぐらいのコスプレしたいんですよね。だからそこに関しては本気でやりたいから、もうめちゃめちゃですねもう手は抜きたくないんだけども、自分でやるってなるとですねちょっとめんどくさがりが出ちゃうんだよね。まあだからね、まあいつかまあコスプレした時はまあジョーカーをするかなって感じでございますね。そう、毎回ね大学生の時とかアマゾンでねコスプレジョーカーとか調べてですね、まあ毎回見てたりもしたんだけども、一度も買わなかったね。まあ買ってたらね
やってたんだろうけども、一度もやらずにですね、今やっぱりコロナ禍ということで、まあなかなかねハロウィン渋谷とかも行けないと思うんですけども、まあやるとしたら来年のハロウィンをちょっと目標にしてみようかな。まあ来年はもう27歳になるから、27歳で初めてのねコスプレで、まあジョーカーをやるっていうのも、まあ年齢、まあ別に年齢ね、何歳でも別にコスプレはしていいと思うので、まあちょっとねジョーカーやる機会があったらやってみようかなと思っております。ぜひね来年もですね、まあコスプレっていうかハロウィンをですね YouTube 一緒にやってたら、ぜひですね楽しんでいただけると嬉しいなと思っております。まあねハロウィンに関してはまあこんな感じかな。僕が思うハロウィンっていうのをねお話しさせていただきまして、まあ実際ハロウィンが終わるとさ、これいつもね毎年思うことなんだけども、10月ってまあ基本ハロウィンっていうイベントごとがあるじゃないですか。そして12月って言ったらクリスマスっていうイベントごとがあるじゃないですか。そしてですね、毎回11月って俺ね、まあ自分の身内に誕生日とかいたらですね別だと思うんだけども、マジでイベントっていうか、このハロウィンとかクリスマスみたいな大きなイベントって11月もしかしたらあるのかもしれないんですけども、全然思いつかないっていうのがですねあるあるじゃないのかなとか思ったりもしておりまして、まあ大体さ、よくね見るのはそのねダイソーとか100円ショップでハロウィンのグッズ売り出してて、そしてハロウィンが終わったもう次の日からねもうクリスマスのねグッズを売り始めるみたいな感じで、もう一気にクリスマスムードになるじゃないですか。そう思うとなんか11月ってちょっとかわいそうだなとかね思ったりもするんですけども、もしね11月めちゃくちゃ大きなイベントがありますっていうのがあったら、ぜひ教えていただけると嬉しいなと思っております。まあね皆さんと一緒にですね、まあハロウィンね、まあ YouTube で言ったら2回目のハロウィンを一緒に過ごしてるっていうことで、まあ実際明日なんですけどね、まあ明日はですね普通にまたねデザインフェスタに向けて絵を描くんですけども、またねハロウィンにちなんだテーマでお話しするかもしれないし、また違うテーマでお話しするかもしれないんですけども、ぜひねそちらの方も楽しんでいただけると嬉しいなと思っております。ではね今日はもう早速ですが、皆さんと一緒に最高のアートの世界入っていきたいと思います。どんな世界になるのか僕にもわからない、そして皆さんにもわからない、だから一緒に確かめていきましょう。最高のアートの世界へレッツゴーゴーゴー。ぜひ皆さん明日のハロウィン楽しんでください。バイバイ、ありがとうございました。 Thank you です。